マイケル・ハッター、マイケル・ハッター、マイケル・ハッター、1983年3月18日隊は、アメリカ合衆国のプロレスラー。オハイオ州、ウィロビー出身。2002年、地元である、オハイオ州の団体である、MCW、メガチャンピオンシップレスリングにて、デビアント、ザ・ディービアントの、リングネームで、プロレスラーデビューを果たす。デビュー後、ネプエ、 ニューエラプロレスリングや愛は、アブソリュートインテンスレスリングを中心に活動。2006年5月28日、愛はアブセリューション1にて、愛はアブソリュート王座を保持する便ン,ンのシングに挑戦して勝利し、ベルトをダッシュした。2007年、WWE の参加団体である、オペにてマイクハッター、ミケハッターのリングネームで参戦。2008年に、 オベが WWE との関係を解消。しばらくオベに所属し、2009年2月に FCW へと移籍。移籍後、エイブラハム・ワシントンを守る SP のギミックであるエージェント、エージェントになり、コミック路線に走るも、2010年になって、デリック・ベートマン、デリック・バテマンにリングネームを変更し、トップ戦線へ乗り込む。7月に、ジョニー・カーティスタッグチームを結成し、 フニコエピコから FCW フロリダタック王座をダッシュ。9月に FCW フロリダヘビー級王者であるメイソン・ライアンと交想を開始。同月19日にはシングルのノンタイトルマッチを行い、カーティスのフォローに助けられ勝利した。2010年12月 NXT のシーズン4にルーキーとして参加。プロは同じく NXT のシーズン1出身である。 ダニエル・ブライアン。色々と勘違いしている。アニメ好き、いわゆるオタクという WWE にしては、珍しいギミックながら、トペやプランチャといった、空中技を披露し、第3位となった。2011年6月、それまでの NXT で脱落したレスラーたちが、再び頂点を目指す。シーズン5にて、第18週目、出場者が2人にまで絞られた回にいきなり現れ。 ルーキーでありながら入場曲とタイタントロンが用意されているなど、交代偶での途中参加という形で登場。シーズン4と違い、ナルシストなヒールとしてキャラクター付けがなされており、師匠であるダニエル・ブライアンからも愛想をつかされた。終盤には、ダレン・ヤングとタイタス・オニールとのスマックダウンへの出場権をかけた三つともエセンに勝利するも、スマックダウンにはほとんど出ることなく、ヤングや、 タイソンキット、さらに自身の手引きで NXT に復帰したマキシンと行動することが多い。11月、パートナーしてジョニー・カー,アーティスと組む。しかし、カーティスがベートマンの婚約者であるマキシンに言い寄り、また一度デートした事実があるため、カーティスとは不仲になり、同じヒールながら構想を始め、マキシンを留めようとするが、 カーティスの裏工作のために12月27日の NXT での対戦に勝利したにもかかわらず、マキシンを奪われてしまう。2012年1月4日、ラスベガスにてカーティスとマキシンの結婚式に殴り込み、カーティスの卑怯な工作をマキシンに伝え、よりを戻してベビーターンした。ベビーターン後、相変わらず、カーティスの工作は続き、それに引っかかりヒステリックになった。 マキシンに見切りをつけカーティスの工作に巻き込まれた、ケイトリンと付き合うようになる。ストーリー上の人間関係のゴタゴタに巻き込まれ、ケイトリンとも不仲になりそうだったものの、シーズン後の打ち切りによってストーリーは終了した。NXT シーズン6では、FCW と NXT が統合して内容が一新されたため状況が変動したが、カーティスとのライバル関係を継続させて出場。また、 RAW とスマックドーンでもダークマッチに出場し、ザ・ USA ギーなるギミックで出直しを図るが膝を負傷して欠場。復帰後、新生、NXT の初代、NXT タッグ王座争奪トーナメントにて、アレック・ライリーとタッグを組んで出場したが一回戦で敗退した。2013年5月17日、WWE から解雇となった。 wwe 解雇後、リングネームを本名名義にしてフルスである愛は、アブソリュートインサネレスリングをはじめ、運命加盟団体であるフー、フロリダ・アングラ・レスリングや、PWS、プラウレスリング・シンジケートといった団体に参戦。2013年9月26日、ティネにて、E3、E3 なるギミックでプロモーションを行い、契約を交わして入団したことを発表。10月10日、 インパクトレスリングにてティネの社長であるリクシー・カーターの老いというギミックになり、リングネームをイーサン・カーター三世、イーサン・カーター E へと変更して、プロモーションを行った。同月20日、ティネの年間最大規模の PPV である、バウンド・フォー・グローリ2013にてデビューし、ノア・ファーナムと対戦して、ワンパーセンターを決めて、秒殺勝利を飾る。11月7日、 デュイ・バルネスと対戦してこの試合でも秒殺勝利。そして同月14日には、ファーナムバルネスとハンディキャップマッチを行い、完勝すると二人を練習相手にすることを任命した。同月より、ロックスター・スパッドをマネージャーに従えるようになり、ティネのオールドスターである、シャークボーイ、カレーマンだけでなくレフェリーのアール・ヘブナーとも試合を組んで練を続け、月日には、 スパッド、ブローマンズ、ジェシー・ゴッターズロビーイーと組んで、ジェフ・ハーディースティングのレジェンド二人を相手に4対2のハンディキャップマッチながら、スイングを丸め込んで勝利し、金星を手に入れた。2014年1月16日、ゲストレフェリーにスパッドを使い、スティングと対戦。スティングになす術がなく、いたぶられ、 スパッドの妨害も虚しくカウントを取られるが直後にもう一人のゲストレフェリーとて乱入してきたマグナスと口論するスティングの隙をついて丸め込み勝利した3月よりカートアングルに因縁をつけるようになり5月8日に対戦左膝に故障を抱えるアングルに対して徹底的に故障箇所を狙って攻撃を続け最後には低空タックルを仕掛けて勝利した 2014年7月6日、初来日を果たしレッセルマイナス1の衝撃、インパクトに参戦。スパットと組んで、タジリ小玉祐介と対戦するがスパットがタジリからバズソーキックを暗い敗戦した。同月、ニューヨークのマンハッタンセンターで開始されたティネイ・ニューヨークシティにて、スパット、ライノ、リクローン、スニツキーとチームディクシーを結成して、 チーム ECW と構想を展開。10月8日、度重なる失態を重ねてきたスパットに対して、ついに我慢ができなくなりリング上に呼び出して、言い分を聞くが聞く耳を持たず、WWE のビンスマクマホンの名台詞である、U, レファイドを使い解雇通告を与えた。同月12日、レッセル -1 との共同、PPV である、バウンドフォグローリ2014にて、 ハマ・リタと対戦。試合途中で相撲の立ち合いをしてみせ挑発するも、投げ捨てられ、スティンクフェイスを食らう屈辱を受けるが直後に急所蹴りを見舞って、ワンパーセンターを決めて勝利した。同月15日、新たにボディガードとして WWE を移籍してきたタイラスと共に入場。タイラスの強さを誇示するが D ボーンにそそのかされ、タイラスは実力を見せるためにシャークボーイを、 実験台に押した。2015年1月、スパットとの抗争を開始。マンドリウスやリングアナウンサーのジェレミー・ボラッシュ、ミスター・アンダーソンなどのスケッを呼んで対抗するスパットに手をあずらわせるが、3月13日に決着戦としてヘアー VS ヘアーマッチを行う。スパットの出生国であるイングランドが開催地とあって観客はスパットを応援。 気合の入ったスパットとリング内外関係なく打撃の、欧州、タイラス、アンダーソン、ボラッシュの乱入で、対乱戦となりスパットの額を先決でしませ、終盤には額を何度もキャンバスへ叩きつけて、まみれにさせるが諦めないスパットにワンパーセンターを決めて、決着をつけた。試合後には、マイクパフォーマンスで叩いて、ロープにまたいで道を作りスパットが出ようとしたところを、捕まえるとをつけ、 コーナーポストにぶら下げて、バリカンで髪を剃り落とした。6月3日、オープニングのマイクパフォーマンスにてティネで一番の存在であるのは自分であるとアピールしているところに、ティネ世界ヘビー級王者のカートアングルが乱入。ティネ世界ヘビー級王座をもってこそのナンバーワンであると、主張されリングを後にする。同月10日、アングルにティネ世界ヘビー級王座戦を要求するがアングルは、 資格があるかどうか、ラシュリーと戦を提案。そしてラシュリーと対戦するが終盤に投げられたところを、レフェリーとぶつかり、場外へと追い出すと、スピアを喰らい、ホールを取られるがレフェリーがいないリング上で、チャンスとた、タイラスがラシュリーにエルボードロップを与えレフェリーに、カウントさせるが2で止まると、オーバーザショルダーフェイスバスターを加えるが諦めない、ラシュリーに最後にワンパーセターを決めて勝利した。 そして7月1日、ついにアングルに挑戦。終盤まで一進一退の攻防が続くが、アングルのベリートゥベリースープレックスで、自身の体が、レフェリーに当たったところをかさずタイラスが乱入して、アングルにオーバーザショルダーフェイスバスターを与えてから、ワンパーセンターを決めてホールするが、カウントにで止まり、椅子を持ち出したタイラスは退場処分となる。勝負に出て、 ワンンパーセンターを決めようとしたところに、カウンターのアングルロックへと切り返されるがなんとか、ロープエスケープして背後からアグルスラムを仕掛けられようと、したところを丸め込んで勝利。ティネ世界ヘビー級王座を手にした。王座退官後、アングル、ノアファーナム、シャークボーイ、マット・ハーディを相手に防衛。八月より開始されたジェフ・ジャレットが主催する、GFW との団体構想戦にて、 ティネ代表の一人として参加。同月19日、ティネキング・オブ・ザ・マウンテン・オーザを保持する PJ ・ブラックと両団体の威信かけて対戦し、終盤に打撃の応酬になったところをスピンキックを食らい倒れ、450度スプラッシュを狙われるが起き上がってロープから振り落とすとワンパーセンターを決めて勝利した。10月4日、バウンド・フォー・グローリー2015にてマット・ハーリー。 ドリュー・ギャロウェイとサン・ウェイマッチ形式によるティネ世界ヘビー級王座戦を行いスペシャルレフェリーにジェフ・ハーディを迎え序盤よりジェフのレフェリングに対し不満をぶつけダーティーファイトを展開終盤にスティールチェアーを持ち出してマットを攻撃しようとするがジェフに阻まれ平手打ちを決めるがついに逆したジェフによりツイスト・オブ・フェイトを喰らい倒れている間にマットが ギャロウェイにツイストオブフェイトを決めて勝利したことにより、王座陥落した。王座陥落後、同月7日より開始された、ワールドタイトルシリーズにグループチャンピオンズにエントリーされ、勝ち点7で予選を通過。12月、本戦であるティネ世界ヘビー級王座、争奪トーナメントにて決勝進出。2016年1月5日、ティネ世界ヘビー級、 王座争奪トーナメント決勝戦にて、マット・ハーディーと対戦。終盤に、互いのフィニッシャーである、ワンパーセンターとツイスト・オブ・フェイトの打ち合い取り、最後にセカンドロープでの争いからマットが、ツイスト・オブ・フェイトを放とうとしたところを切り返して、ワンパーセンターを決めて勝利。ベルトをダッシュした。2017年8月3日、インパクトグランド王者のムースに3分3ラウンド制による、 王座戦を行い、2ラウンドと3ラウンドで優勢となり、判定勝利。王座を退官した。2018年3月15日、1月に収録、法美か首か戦で、王座戦参加契約書か、解雇通知書が入った4つのブリーフケースの中から、解雇通知書が入ったものを選び、解雇される。2018年1月27日、にて、アンドラーで、 支援アルマス VS、ジョニー・ガルガノの NXT 王座戦が行われる、前に観客として来場したことが紹介される。イベント終了後、WWE と契約を交わし入団したことを発表した。4月7日にて新設された NXT 北米王座をかけた 6A、ラダーマッチにて NXT デビュー戦を行う。序盤にベルベティーンドリームに、 コーナーに立てかけられたラダーに向かって、パワーボム、アダムコールに、ラダー中段から TK3 を決める活躍を見せるが、終盤に、ラダー上からコールから振り落とされ、ベルトをダッシュするに至らなかった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。